治療費を実費にした場合に、あの、めちゃくちゃ人死にます。びっくりするらしいます。<laughs> あの、今そのコロナで、あの、重症って言われてる人って、どういう状態かっていうと、あの、酸素の吸入器をつけた人が重症なんですよ。なので、あの、実費で行い,いませんよ、要は治療しませんってなった人って、酸素吸入が必要な人は全員死にます。なので、重症化イコール死です。 そうすると、感染者の、その50代以上の感染者の10%から20%は死にます。 なので、その、要は、あの、金かかるよっていうと、ガンガン人死にます。ただ、あの、人死んでもいいじゃんっていうのであれば別ですよ。で、あの、エクモっていう、その、あの、酸素吸入とはまた違って、もう血液自体を機械に通して、その血液の中に、その、あの、酸素ぶち込んで戻すっていう、あの、ま、すげえ特殊な機械があるんですけど、で、それの前の酸素吸入自体でも、ま、酸素吸入って家で普通できないじゃないですか。で、死にますと。で、あの、インドめちゃくちゃ死んだんですよ。 あの、まあ、インドデルタ株が出たせいっていうのがあるんですけど、その、あの、一日何万人死ぬみたいなのがあって、で、あの、酸素不足だったんですよね。要はその、もうどんな病院も酸素がないから、酸素吸入が必要になった瞬間に死ぬっていう、そういう状態で、あの、死者がめちゃくちゃ増えたんですよ。っていうのがあるので、実費にするとめちゃめちゃ人死にます。で、あの、要は、実費にして、じゃあ金がないんだったら、じゃあ、ま、そのまま感染を広げながら働くかってなっちゃうんですよ。 要はその、あの、今の場合ってその陽性になった人って強制的にそのなんかホテルだったり、まあ病院的なところに隔離されるんですけど、そうじゃないよねっていうのになると、じゃあ別に働いてもいいじゃんっていうので、なんかレストランとかで働きました。で、レストランで働いて、で、その人が料理したものを食った人は全員感染しますとか、なんかあの室内で割と人が大勢入るような学校みたいなところで働いてますの人だと、そこにいる生徒全員感染しますみたいな。で、生徒が感染した後家帰って、親御さんとかおじいちゃんおばあちゃんでもみんな感染しますみたいになっちゃうので、なのであの感染した人は 人は早めに社会から隔離しななきゃいけないけんですよ割とその東南アジアって、まあ、その韓国中国台湾とかって、まあ、ある程度その感染者数がヨーロッパの国とかより抑えられてるんですけどそうやって感染した人を隔離させるっていうのが結構うまく当たれたりするのでなのであの無料にして感染者っていうのをきちんと社会から隔離した方が安全なんじゃないかなと思います。